ボックンと申します。プロップナイトを遊んでいきましょうということで、殺人鬼バンシーちゃん使って遊んでいきたいと思います。マッパー修道院、サバイバーはメイブル・ケイト・タイガ、じゃあメイブル・ケイト・クリス・クリスか、やっていきたいと思います。さあね、あのね、ケイトの名前が出てこないんだよね、いつもいつも出てこなくて、ほんとケイトちゃんにはすごい申し訳ないんだけど、さあやっていきましょうか。さあ一人になると、ほんのまま一回殴りたかったね、正直な話。扉使う、一発殴る、もう一回使うよね。オッケー。このまま殴って、瓶か何か持ってる。ああ、なるほど。さあ、この教会一人回してる。なるほど。で、スタン来るけど、さあ、扉二つ壊せるのはでかい。瓶か何か持ってんのか、わかんないな。ああ、瓶投げたね。外したっぽい。息吹でノックと。真ん中吊るそうか。スタン来そうだな、この距離。どうだ？来てもおかしくなかったけど。来なかった。よし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 。で、真ん中に呪いかけておいて、この教会の中に吊るせるのはかなりでかいぞ。こう回ってない。でも近くにいるな。体力ローにしてるから全然 OK。で、教会の両側のドアも破壊してる。いいね、いいね、いいね。で、キノコいるね。ワンチャンこれさ、固める戦法でやっても良さそうな気するけど、どうだろう。さあ、このまま追いかけようか。いるね。どうも。助けは行ってない。キノコのまま一発殴りたい。オッケー。これでイブキでノックだ。で、このまま、60秒待った方が良かったな。まあいいや。教会固めれることは別にできそうだから。いいや、このまま。本当はね、60秒経って、釣った方がいいんだろうけど。これ救助行ってない。あー、でかい。ピン投げるか？しっかりかわそう。そっちが救助行った。これスタン入らないようにしようか。オッケー。ピン投げる。オッケー。60秒切るまでは救助したっぽいね。オッケー。この子がローか、多分。オッケー。で、もう一回真ん中釣るそう。いやー、クリスがねー、あれは無理だな。うまいね、あのスタンは。あ、クリスがねー、60秒入ってない間に助けたのはマジで素晴らしいね。サバイバーの鏡だわ。お、いる？いたね。どうも。ここはスタン入れられそうだな、どっちみち。あ、入れられない。じゃあ、このまま教会中吊るしていこうか。クリスは多分耐久入ってないから、まだ飛ばないと思うんだけど、どうだろう。さあ、救出。あ、耐久入ってたわ。耐久地味入ってたんよね。オッケー。この木箱は多分皿だよね。だね。新品のクリスちゃん。どうする？瓶投げる？瓶投げない？この入り口でスタン来そうだな。中入る？一発殴りたいんだけど。まあ無理か。まあ仕方ない、これは。さあ、どうだ？もう一回戻ったか？また多分家の中入ったね。あそこは追ってたら、一生追いつけないから、教会側見ていこうか。回してる？回してないね。おっと？物漁ってる。これはありがたいかもしんないね。ありがたい。別にスタンもらってでもいいから、ちょっとチーズケーキのまま殴りたかったんよね。さあ、座らせる。奥側が治ると。この子も2回目だからね。あれ？あ、ここ治ったのか。うん？あ、いたね。こんにちは。どうも。今のスタン入るんだ。今のスタン入るとは思わなかった。さあ、じゃあ、内側するそう。こっち側。スタン来てもおかしくないんだけど、スタン来る前に助けた方がいいから、多分助けに行くでしょう。さあ、座らせる。アイテムも買いたいしな。どうする？さあ、スタン来てるな。これは、おー、瓶うまい。助ける？これ。助けない。近くにいると思うんだけどな。いないかな。ちょっとわかんない。もう一回戻ったらいる？どう？いないね。この中とか怪しいけど、見た感じいないっぽい。アイテム取っちゃおう。アイテム取っちゃって、ハンマーとチェーンでいいや。取っちゃおうか。この間に救助はどうだろう。行く？行ってないっぽいね。教会も回してない。まあ、でも待機してるだ、待機してると思うんだけどな、救助は。おそらく。
多分近くにいて様子を伺ってるとは思うけど、あ、いるよね、やっぱりね。クリスが行く。クリスって回復してから行ったのかな、どうなんだろう。あー、鎮痛で回復入れたっぽいな。これ多分届かない。いぶきは残しておこうか。これちょっとかわしたいね。ここかわして、右行く、もしかして。あー、そのまま来る。それちょっと無理だね。あ、また鎮痛入れてるな。なるほど。さあ、そっちが行く。ちょっとここ置いたくないな。分が悪い。あんまりよろしくないね。来るか？あ、来たね。うわ、でも無理だ。どっち行った？あー、いるね。さあ、簡単にスタンには引っかからない。開ける。このまま行こう。ちょっと詰まっちゃった。うわぁ、ちょっと詰まっちゃったね。扉行くのは阻止しよう。スタンもらってもいいから阻止して、このクリスうまいな。さあ、どうだ？この角でスタン来るな、多分ね。あー、やっぱ来る。分かってたのんな。まあまあ、激怒まで持ってったから全然 OK。ここからですよ。さあ、見失わないようにして、OK。で、こっちが吊るそうか。教会側、本当は吊るしたいんだけど、多分椅子がないね。だから多分、届かない。そっちまで行ってたらスタンも来そうだしね。左側やってる？やってない。真ん中かな？ミスったけど、さっき。誰かミスってたよね。うわ、真ん中つく。これはちょっと誤算だな。ちょっとこれ誤算すぎるな。どうしよう。あの子狙うか。いや、真ん中ついたら話変わるぞ。だいぶ激闘になりそう。一発殴って、スタンはちょっといられたくないな、さすがに。いるね。一発殴っ、ん、殴れない、それ。ここはスタン来そうだな。一発殴っておいて、いいよ。徐々に徐々にね。透明があったらちょっとめんどくさい。先回りしよう。いる。先回りが効いたね、これは。さあ、このままこっち吊るして、あの奥側、今カーソル合わせてる側多分いたと思うんだよな。多分回してたよね。ハンマーがちょっと無駄になっちゃうから使っていこう。で、これで二人。二人やけどね、ちょっときついかもしんないね。一人は早めにやりたい。ここら辺いるんじゃない？いない？ん、いないか。いると思ったんだけどな。さあ、とりあえず奥側。こっち側もやってない。教会の奥が怪しいよね。やっぱ回ってるな。やってんね。これちょっといじってるだけ？あ、やってんな、がっつり。上乗って、あ、これ、いぶきで乗っく？あ、でも普通に相打ちで持っていけたね。さあ、こっち側壊しておいて、ハンマーで交代させておいて、で、釣れそう。向こうが一つ直りそうだけどね、これ。さあ、教会の真ん中は椅子がないかな？椅子ないからこっち側に釣れそう。最初の一人目を釣ったのか、そういや。さあ、座らせて、この子は、2回目、ん？終わりか。あら、そんな釣ってたっけ、僕。あんまり、記憶にない。自分の釣った回数、記憶にない。もう、記憶がね、どん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 薄れてっているね。もうね、おじいちゃんだよ、ほんとに。これ、近くにいるよね。この瓶とか違う。違うか。ワンチャン、あー、そっちいる。なんか、おならの音したけど、あ、ブーブークッションか。なるほどな。ブーブークッション。これちょっとまずいね。早めに見つけたいところですけども。ちょっとバラバラすぎてしんどいかもね。ハンマーとチェーンだよね。どうしようかな。スピードブーツ。持っていこうか。スピードブーツ持っていって。僕の予想では、教会を回すと思う。こっちの。教会の横。回すと思うんだけど、どうだろう。あんまりわかんないね。予想だからね。あくまで。最後の生存者だから、回ってるのは、回るのが相当早いから、ここやってるとかわかると思うんだけど、いるね。これブーブークッションなのかな？どうなんだろう。こっちは回ってないっぽい。さあ、どこやる？どっちみち時間の問題説はある。あ、いた。チーズケーキだな。オッケー。
さあ、防具剥がして、問題は透明化持ってるかどうかなよな。瓶投げるか、これ。うまい。その通し方うまい。左側行ったな。ある程度で追ってるんだけど、いないか、こちらへん。中とかにいると思うんだけどな。やっぱいる。スタン来そう。扉スタンは来ない。一発殴って、これでかい。扉スタン来ない。このまま追いかけるふりして、ちょっと時間貯めてこっちから出よう。今いた？見間違いかな？うわー、ちょっと見失っちゃったな。いるな、左。透明化か？これだな。よし。さあ、こっち側、一発殴りたいな。うわ、殴れないか。ちょっともったいない。スタン来そうだな。かわす準備しとこう。オッケー。スタン来るな、これ。予測はしてたんだけどな。赤条件持った方がいいか？このクリス相手。スタンがうまいね。扉スタンされてもいいから一発殴ろう。オッケーオッケーオッケー。どっち行ってる？ここら辺で物になった気がするんだけどな。怪しくね、これ。いやんな、やっぱり。一発殴って、57あるから近づいて、物になった瞬間息吹。届かないな。これはスタン来そうだな。どう？来ない。瓶。うまいね。瓶二つに、何持ってたっけ？防具か。もう、ないんじゃない？あそこに応急あるけど。しんどいな。うまいね。逃げるのがうまい。ただ、アイテムは徐々に削れていってるから、全然オッケーです。これ別に見失っても、時間がしんどいでしょう。まあ多分、あの応急使って回復はすると思うんだけど、手持ちは多分ないよね。応急多分取ってると思うんだよ。やっぱり。応急は取ってるよね。ってことは、近くにいるんだよな、これ。絶対。いないか、ここら辺。いないか。3つもあったっけ？わかんないな。発生ね、わかんねえ。まあ多分回復入れてるでしょう。立て直しの時間が入って、また来るだろうね。ただまあアイテムのリソースを削っていったら、どんどんアイテムなくなっていっちゃうから、周りのコインを取るしかないから、結局は自利品になるからね。しんどいと思うで。瓶2つとね、防具を使っちゃったから、しんどそうではある。その前に爆速で発電機回したらしんどいけど、こっちが。それされる前にね、やらないとダメだね。特に透明化はきつい。ゲート線まで持っていかれて透明化やられたら相当しんどいね。透明でゲート開けられたらもう終わり。正直しんどい。だから透明だけは削っておきたいね、正直。サバとしては逆に一番最後に残しておきたい。アイテムではある。あんまり使いたくないアイテムっていうか、そんな感じ。やってないっぽいな。やってねえな。立て直しはもうとっくに終わってると思うんだけど、多分タイミングを伺ってるな。あ、回してんな。これは近くにいんねえ。それかこれを誘ってるかもしんないな。こっち側にいる予測して他のとこ回すパターンかもしんない。これ誘ってる説あるな。これじゃあちょっと一旦他のとこ見に行こうか。さあどうだ？やってますか？やってる？やってない。あっちがやってんのかな？あそこを変えた瞬間にやってたら、あ、いるね。バレてないふりしとこう。バレてるぞ。オッケー。さあ、加速はない。右行った。何かしら瓶ありそうだな。ありそうな気するけど。これ一発目ってノックだね。オッケー。いやー、このクリスうまかった。
マジでめちゃめちゃうまかったこのクリス。久しぶりにこんなうまいクリス見たかもしんない。いやーちょっとね、うまいサバタやったらね、疲労度がやばいんだよね毎回。だから疲労度すごかったけど、もううまいサバタやれて嬉しかった。ナイスゲーム GG。